2番 2> 新人作家賞を取った人が話していますこの度はこのような栄誉ある賞をいただきまして大変光栄です本当にありがとうございました受賞の一報を聞いた時はまさに天にも昇る思いでしたご指導くださった佐藤先生をはじめ出版社の方々にも厚く御礼申し上げます 戦場での真の人間の姿を多くの方々に知ってもらおうと偽りのない状況をそのまま伝えたつもりです出版後さまざまな反響がありその中にはお叱りの声も頂戴しました皆様からのお言葉を忘れることなく今後もこれまで以上に精進し皆様のご期待に背くことのないよう頑張っていきたいと思っておりますはあ立派なもんね あの人まだ大学生だってえそれはすごいなあの若さで戦場へ行くなんてなかなか勇気のある若者だなそうね私たちが学生の頃なんて戦争の背の字も考えなかったわねそうだね彼の作品の冒頭の「国境が命の境になってはいけない」という言葉に感動したよそうね いろいろ考えさせられたわでも本当に自分で現地へ行って全部取材をしたのかしら普通の大学生よ彼彼の作品には真実味があるよ細やかな戦場の描写は体験した人にしか書けないと思うよ確かにそうね映像なんかよりむしろは真実味があるわねでも見てあの嬉しそうな笑顔を見ると まだまだどけなさが残る大学生でしょう。イメージがどうしてもね。質問一。受賞した人は何をしましたか。一、戦場の状況を伝える写真集を出した。二、戦場の人々の状況を伝える本を書いた。三 戦争に反対する本を書いた。四。戦争で戦った体験を作品にした。質問二。受賞した人について、二人はどう思っていますか。一。まだ大学生なのに、挨拶も作品も立派だ。二。 本当に自分の作品かかどうか疑わしい3戦場に大学生が行ったとは信じがたい4大学生は受賞者としてふさわしくない 2番 2> 新人作家賞を取った人が話していますこの度はこのような栄誉ある賞をいただきまして大変光栄です本当にありがとうございました受賞の一報を聞いた時はまさに天にも昇る思いでしたご指導くださった佐藤先生をはじめ出版社の方々にも厚く御礼申し上げます戦場での 真の人間の姿を多くの方々に知ってもらおうと、偽りのない状況をそのまま伝えたつもりです。出版後、様々な反響があり、その中には、お叱りの声も頂戴しました。皆様からのお言葉を忘れることなく、今後も、これまで以上に精進し、皆様のご期待に背くことのないよう、頑張っていきたいと思っております。はぁ、あ、立派なもんね、あの人。 まだ大学生だってえそれはすごいなあの若さで戦場へ行くなんてなかなか勇気のある若者だなそうね私たちが学生の頃なんて戦争の背の字も考えなかったわねそうだね彼の作品の冒頭の「国境が命の境になってはいけない」という言葉に感動したよそうね いろいろ考えさせられたわ。でも、本当に自分で現地へ行って全部取材をしたのかしら。普通の大学生よ、彼。彼の作品には真実味があるよ。細やかな戦場の描写は体験した人にしか書けないと思うよ。確かにそうね。映像なんかよりむしろは真実味があるわね。でも見て、あの嬉しそうな笑顔を見ると、 まだまだどけなさが残る大学生でしょう。イメージがどうしてもね。質問一。受賞した人は何をしましたか。一、戦場の状況を伝える写真集を出した。二、戦場の人々の状況を伝える本を書いた。三 戦争に反対する本を書いた。四。戦争で戦った体験を作品にした。質問二。受賞した人について、二人はどう思っていますか。一。まだ大学生なのに、挨拶も作品も立派だ。二。 本当に自分の作品かかどうか疑わしい3戦場に大学生が行ったとは信じがたい4大学生は受賞者としてふさわしくない 2> 2番新人作家賞を取った人が話していますこの度は このような栄誉ある賞をいただきまして大変光栄です。本当にありがとうございました。受賞の一報を聞いたときは、まさに天にも昇る思いでした。ご指導くださった佐藤先生をはじめ、出版社の方々にも厚く御礼申し上げます。戦場での真の人間の姿を多くの方々に知ってもらおうと、偽りのない状況をそのまま伝えたつもりです。 出版後、さまざまな反響があり、その中には、お叱りの声も頂戴しました。皆様からのお言葉を忘れることなく、今後も、これまで以上に精進し。皆様のご期待に、背くことのないよう、頑張っていきたいと思っております。はあ。立派なもんね。あの人。まだ大学生だって。え。それは、すごいな。 あの若さで戦場へ行くなんてなかなか勇気のある若者だなそうね私たちが学生の頃なんて戦争の背の字も考えなかったわねそうだね彼の作品の冒頭の「国境が命の境になってはいけない」という言葉に感動したよそうねいろいろ考えさせられたわでも 本当に自分で現地へ行って全部取材をしたのかしら普通の大学生よ彼彼の作品には真実味があるよ細やかな戦場の描写は体験した人にしか描けないと思うよ確かにそうね映像なんかよりむしろは真実味があるわねでも見てあの嬉しそうな笑顔を見るとまだまだどけなさが残る大学生でしょう。 イメージがどうしてもね。質問一。受賞した人は何をしましたか。一。戦場の状況を伝える写真集を出した。二。戦場の人々の状況を伝える本を書いた。三。 戦争に反対する本を書いた。四。戦争で戦った体験を作品にした。質問二。受賞した人について、二人はどう思っていますか。一。まだ大学生なのに、挨拶も作品も立派だ。二。 本当に自分の作品かかどうか疑わしい3戦場に大学生が行ったとは信じがたい4大学生は受賞者としてふさわしくない 2> 2番新人作家賞を取った人が話していますこの度は このような栄誉ある賞をいただきまして大変光栄です。本当にありがとうございました。受賞の一報を聞いたときは、まさに天にも昇る思いでした。ご指導くださった佐藤先生をはじめ、出版社の方々にも厚く御礼申し上げます。戦場での真の人間の姿を多くの方々に知ってもらおうと、偽りのない状況をそのまま伝えたつもりです。 出版後様々な反響がありその中にはお叱りの声も頂戴しました皆様からのお言葉を忘れることなく今後もこれまで以上に精進し皆様のご期待に背くことのないよう頑張っていきたいと思っておりますはあ立派なもんねあの人まだ大学生だってえそれはすごいなあの若さで戦場へ行くなんて なななかなか勇気のある若者だなそうね私たちが学生の頃なんて戦争の背の字も考えなかったわねそうだね彼の作品の冒頭の「国境が命の境になってはいけない」という言葉に感動したよそうねいろいろ考えさせられたわでも本当に自分で現地へ行って全部取材をしたのかしら普通の大学生よ 彼,彼の作品には真実味があるよ細やかな戦場の描写は体験した人にしか描けないと思うよ確かにそうね映像なんかよりむしろ真実味があるわねでも見てあの嬉しそうな笑顔を見るとまだまだどけなさが残る大学生でしょイメージがどうしてもね 質問1「戦場の状況を伝える写真集を出した」2> 2「戦場の人々の状況を伝える本を書いた」「戦争に反対する本を書いた」「戦争で戦った体験を作品にした」 質問2受賞した人について2人はどう思っていますか 1, 1まだ大学生なのに挨拶も作品も立派だ 2, 2本当に自分の作品かどうか疑わしい3戦場に大学生が行ったとは信じがたい4大学生は受賞者としてふさわしくない 2番 2> 新人作家賞を取った人が話していますこの度はこのような栄誉ある賞をいただきまして大変光栄です本当にありがとうございました受賞の一報を聞いた時はまさに天にも昇る思いでしたご指導くださった佐藤先生をはじめ出版社の方々にも厚く御礼申し上げます戦場での 真の人間の姿を多くの方々に知ってもらおうと偽りのない状況をそのまま伝えたつもりです出版後さまざまな反響がありその中にはお叱りの声も頂戴しました皆様からのお言葉を忘れることなく今後もこれまで以上に精進し皆様のご期待に背くことのないよう頑張っていきたいと思っておりますはあ立派なもんねあの人。 まだ大学生だってえ、それはすごいなあの若さで戦場へ行くなんてなかなか勇気のある若者だなそうね私たちが学生の頃なんて戦争の背の字も考えなかったわねそうだね彼の作品の冒頭の「国境が命の境になってはいけない」という言葉に感動したよそうね いろいろ考えさせられたわでも本当に自分で現地へ行って全部取材をしたのかしら普通の大学生よ彼彼の作品には真実味があるよ細やかな戦場の描写は体験した人にしか書けないと思うよ確かにそうね映像なんかよりむしろは真実味があるわねでも見てあの嬉しそうな笑顔を見ると まだまだどけなさが残る大学生でしょう。イメージがどうしてもね。質問一。受賞した人は何をしましたか。一、戦場の状況を伝える写真集を出した。二、戦場の人々の状況を伝える本を書いた。三 戦争に反対する本を書いた。四。戦争で戦った体験を作品にした。質問二。受賞した人について、二人はどう思っていますか。一。まだ大学生なのに、挨拶も作品も立派だ。二。 本当に自分の作品かかどうか疑わしい3戦場に大学生が行ったとは信じがたい4大学生は受賞者としてふさわしくない